エ、キリムスのデブロ増えてきてると思います。今日ですね、シーズン2に実装された新ユニークを紹介していきたいと思います。そのユニークなんと共通ユニークなので全クラス装備可能、かつバキバキに壊れてて超強いんだこれが、というところで本日の目次やっていきましょう。1つ目新ユニークについて、2つ目やばいやつらで、最後にそれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまず1つ目に新ユニークという形で今日紹介するのはですね、新しくシーズン2に導入されたユニーク装備のうちの2つです。でその2つっていうのはさっきも言ったんだけど、どのクラスでも装備できます、かつめちゃくちゃ壊れてる。で2つのうち1つはマジでやばくて、実際に俺装備してるんだけど、まず1個目がこの T ボルトの石は多分どんなビルドでも入るくらいシーズン2ではガチで壊れててやべえぐらい強い。でもう1個が指輪なんだけど、これはちょっとビルドによってね限定されるんだけど、ジファルっていうやつなんだけど、これもこれでだいぶ壊れてて強いっていう形なので、この2つを今日はねドロップする場所から性能っていうのをね、どういったビルドで役立つかっていうのを紹介していきたいと思います。ということなんで早速やばいやつらという項目でこの装備たちを紹介していきたいと思うんだけど、まずは指輪からいこうかな。指輪はちょっとねビルドが限定的になるんだけど、ジファルの腐食した印象指輪っていう風にあれするのかな、読むのかな。でこれなんですけど、能力的にまずねオプションのスキルから見ていきたいんだけど、全ステータス継続ダメージアップ、幸運の一撃発生率、そしてなんと指輪では普通はつかないクールダウンの短縮ついてます。やばくないこれ。なので何かしらの奥義とか、あとはいろんなスキルでクール時間の短縮を使いたいなという人に関してはバチクソ刺さるんだよね。なのでここがまず第一にやばい、普通につかないはずのクールダウン短縮が指輪にまずついてると。で次に幸運の一撃発生時に出るユニークスキルなんだけど、自身の継続ダメージ効果が最大 50% の確率で噴出し、まあ俺の補正だったら 38,610 の同タイプのダメージを付近の敵に与える、まあ範囲攻撃射血みたいな感じやね、ドーンみたいなっていう感じなので、なんとノーコストで、まあノーコストっていうか、まあ自分の継続ダメージとか持っとかないといけないんだけど、ほぼノーコストで幸運の一撃が出た際に 50% の確率でこの固定ダメージというかですね、3万8000オーバーのダメージが出ると。で最高補正とかだと4万1000とかのダメージなんで、マジで壊れてるっていう形になってます。なのでこういった形で火力ぶち上げて、かつクールダウンも短縮できるっていうような結構壊れた指輪で、これねネクロマンサーの人、あれなんかちょっと似てるなって思うのあるかもしれないんだけど、そうメンデルンの指輪と似てるんだよね。なのでこのですね指輪の力だけで3万8000のダメージをバーンって範囲攻撃としてぶち当てるっていうのは強いので、でそのぶち当てたダメージからまたいろいろね派生してできたりもするし、でそのダメージがまあ結構ですね最終的な倒すねダメージソースになったりもするので、そこら辺考えるとこの指輪ね結構壊れてるんですね。でまあただですね、ちょっとここに関してはビルドのなんていうかね縛りというか、ビルドを選ぶのね、そこだけがちょっとねなんていうかなポイントかなっていう形になってまして、基本的にはビルドとしては奥義とかまあ何でもいいんだけど、クール時間短縮の恩恵を受けて、かつ持続のねダメージ、例えば炎上とかシャドウの毒沼とかまあ何でもいいんだけど、まあ、とりあえず継続ダメージという形を与えるようなビルドっていうのが基本的にはですね前提になりますので、まあその2つがもしねなかった場合は別に使えないって感じになります。そこまでっていうのも指輪に関しては幸運の一撃発生率はまあついてるんだけど、やっぱりクリティカル発生率っていうのは欲しいところじゃん。でまあこの指輪ついてないんだけど俺のちょっと厳選不足ではあるんですけど、まあそんな感じなので、基本的に指輪ってクリティカル幸運の発生率上げたいよねっていうオプションのまあ結構すごく大きい要素があるので、そのクリティカル発生率を捨ててまでつけるっていうことではあるので、まあもちろん代わりにクール時間短縮と、でさらに持続のダメージからのまあなんていうんですかね派生というか、持続のダメージの属性の攻撃をぶち込むみたいな感じになるので、まあ俺のビルドだと火属性になるので、まあ火属性の3万8000ダメージみたいな感じになるんだけど、まあここら辺のね2つが刺さるのであれば全然いいかなって感じ。
補正に関しても継続ダメージがプラスアルファで出てるので、まあ正直ねここら辺で結構ね限定的ななんて言うんだろうな効果範囲になるので、そこだけはちょっとポイントとしてはねあのトレードオフになるので、クリティカル発生率ないとかね、なのでちょっと注意なんだけど、まあこのさっきも言ったけどクール時間タイムの短縮と、あとはまあ持続ダメージやってますってメインでみたいな、まあサブでもいいんだけど、だったらすげえ刺さるからかなり強い。特に俺は雷の奥義スキルであったり、であとは炎のダメージがエンチャントをしているので、まああの持続で炎上ダメージで来るんだよね、継続ダメージでっていうのがあるので、そこら辺ね考えるとめちゃくちゃ刺さるんですよ。っていうので俺にはねめっちゃこの指輪刺さってるから、まあビルドねいろいろあると思うんだけど、俺に関してはこのソーサラーの雷のこのボールのビルドにはすっげえ強くてね、いいね装備だと思います。ということでエントリーナンバー1番ジファルに関してはこういった形で継続ダメージとクール時間のね短縮というところを起点にですね、使うビルドであればめちゃくちゃ刺さって強いぜという形になってます。それではですね続きましてエントリーナンバー2番ティーボルトの石という形になっております。でティーボルトの石なんですけど、一言だけまあね総評するのであれば最強ですマジで最強、本当に最強で、まあもちろん共通のユニークなので全クラス使えます。でどのクラスにおすすめか、どのビルドにおすすめか、全てにおすすめです。はい、マジで本当に冗談抜きで、まあ、なかなかディアブロってこう選択肢があるから、特に今回のシーズンとかはどのクラスが最強かってすげえ言いづらいんだよね。どのクラスも強いで、ビルドによっても話が変わってくるみたいな形なので、極端にこれがマジ最強無敵とかってなかなか言いづらいゲームなんだよね。まあこれはすごく選択肢があっていいと思うんだけど、なんだけどそんな中でマジ最強普通になんか迷ったら脳死でつけてていいよ本当に。これマジでそのぐらい強い。しかもシーズン2は血のスキルと混ざってえらいことになってるから、シナジーでっていうところで、このティーボルトはマジでおすすめです。ガチで強いっていう形になってます。まあ、正直シーズン2のスキルがなかったら、まあ、ネクロマンサーとかはちょっと若干微妙になったりするんだけど、まあ、なんだけど、まあ、そこを抜いてもシーズン2に関しては血のスキルで、まあ、補填されてるのでガチで強いっていう形です。というところで早速このティーボルトの解説やっていきたいと思います。でティーボルトの、ね、ドロップに関してはデュリエルですね。デュリエルでドロップするので、まあ、デュリエルでドロップ頑張ってくださいって感じで、まあ、結構出るみたいなんで確率としては、まあ、ウーバーユニーク狙いくついでにティーボルトの石も厳選していけばいいんじゃないかなって感じ、補正をねっていうところです。で、まあ、まずスキルから見ていきたいんだけど、まあ、普通のオプションスキルから見ていきましょう。ダメージ 21%、 まずここでね結構ダメージ結構上がるんだみたいな。で次にポーションの上限数ですね、ポーション持つ個数が増えますと。でリソース最大値 MP が増えますと。で最後に近距離から受けるダメージ減少率という形で、ズボンでは必須級のオプションが3つあります。近距離から受けるダメージ減少率、遠距離から受けるダメージ減少率、そして無印のダメージ減少率、そのうちの1つがついているので優秀ですねっていう形になってます。でダメージも増えて、ポーションの上限数も増えて、で MP も増えて、でダメージ減少率もついとるという感じになってるんですよ。これマジやべんすよ。この時点でオプションの補正もまあまあやばいんですよ結構。でこれにプラスしてユニークスキルがまあやばいんですよ。抑圧負荷状態の間とそのあと4秒間ダメージが、まあ今回俺は 22% なんだけど、バッファで20から 40% の間で増加する。でこれねポイント掛け算です。乗算で増えます。乗算で増えます。5たす5は10だけど 5×5 は25、そういうことですはい、っていう形なのでクソやばいんですよ。でさらにこれで飽き足らず抑圧負荷になるとプライマリーリソースを50獲得する、 MP50 回復ですね。はい、という形なので、まあ何もしないデフォルトの MP が100なんで、まあ、50% のね通常のデフォルトの MP の 50% ぐらいを回復させると簡単という形なので非常にイカれてるんですね。で抑圧負荷状態に何かと言いますと、まあ例えば凍ったり気絶したりダウンしたりとかいろいろさ行動不能状態あるじゃん。でそういう風な状態にならないっていう形ですね。凍らされた時に復活してもう一回動き出せるようなスキルあるじゃん。で例えばね俺の今使っている操作だとテレポートとかだね、テレポートとかすると抑圧負荷状態になってっていう形になるので、まあ、スキルとかにも書いてあるんだけど、こうやってテレポートすると抑圧負荷状態になるんだよね。で頭の上になんかねマークが出るんですよ。でですねその抑圧負荷状態、今回なんとどのクラスでも使えるんですよ。抑圧負荷状態、そうなんです、変容というスキル使ってください。変容というねこの血のスキルを使うとステップがコウモリでスッてすり抜けして敵を抑圧負荷状態になりますやばくないっていうところなので、
非常に強いんですね。なんとステップで抑圧負荷状態になるイコールステップでこの T ボルトを発動してダメージがその間とそのあと4秒間掛け算で俺だったら 22% 増える、最高補正だったら 40% 増える、壊れてる火力が壊れてるっていう形になるのでマジで強い。でさらに言うと俺とか、ビルド的にこうやってあの MP が今結構減ってるじゃん、青いとこなんだけど、ここでステップするよ、すん、はい増えましたっていう感じで、まあ今ね、もちろんステップして抑圧負荷になったからダメージも上がったんだけど、プラスこのマナが MP が回復しましたっていう形なんですよ。火力が爆裂上がるんですこれで。しかもこの MP を回復することによって、まあ MP を使わないね、あのスキルもあるんだけど、コアスキルとかのスキルとかをメインで使ってる人に関してはさらに間髪入れずにマナが回復したり MP 系が回復するからまた攻撃を打てるから DPS が要するに上がって火力が爆上がりします。やばいんですこれなのでこれ使ってからボスの討伐速度ガチでえぐいことになったんだよねっていうので、ちょっと実際に、今からバーシャンを倒して、お見せしてみたいと思います。どんな感じの速度で倒せるか、レベル86でまだ100にもなってない俺がね。でちなみになんですけど、これちゃんとね、数字に反映されてまして、この T ボルトのダメージアップって抑圧負荷状態っていう形なんで、要するに今俺変容つけてるんで、今この変容という血のスキルを使った状態でステップして、で抑圧負荷状態になってダメージのね、攻撃力上げようと思うんだけど、この攻撃力見といてくださいね。この攻撃力今からステップします。ステップします、はい上がりました、そういう感じですなのでちゃんとここにもね適用されてるので、こんな感じでポッて感じ上がるんですよ攻撃力が、っていうところでやばい。でしかもソーサラーね、俺今使ってるクラスに関してはテレポートで抑圧負荷状態になるので、テレポートってその場でパッてテレポートすることできるんですよ。テレポートって場所を全て選べるので、なのでその場でポッてやることによってその場で抑圧負荷状態になって攻撃力アップできるみたいなっていうのもあるので結構壊れてますということで、じゃあ早速ねマリグナントの巣窟に行って、バーシャンを倒す速度を皆さんに見ていただきたいと思います。で、それではですねバーシャンを召喚していきたいと思います。それでは、どれだけ T ボルトによって火力がね増えたかっていうのをやっていきたいと思います。いきまーす。さあそれでは皆さん、このバーシャンの HP の減り方見てくださいこんな感じでね、バキバキに減ってってるんですねこれっていうところなので、こんな感じでね、簡単にね、HP をね、バキバキに減らすことができるんですね。っていう形なので、基本的にですね、なんていうんですかね、とりあえず15秒ですね。今、奥義スキルが15秒のタイミングで、敵を倒しました。で、奥義スキルをね、このね、バーシャン発動と同時に使いましたので、15秒引いてみたいと思います。だいたい19秒ぐらいで、バーシャンを倒せるようになると。いう形になるので、普通に、ね、頑張って倒してたんですけど、20秒かからずに、19秒18秒ぐらいでバーシャンを倒せるようになるっていう形なので、こういったね火力を手に入れることができます。でこれがない時は結構頑張って倒してました。うおーってやって、で一回離れて、うおーってやって、一回離れて、うおーってやってねっていうのをやってたんですけど、もうもはや張り付きでボコボコに殴っていくみたいなっていうので、イージーだねっていう形になってましたので、本当にね結構イカれてる感じかなっていう風な思いで使っております。はい。なので T ボルトやばいっす。マジでやばいと思います。かなり壊れてるので、ぜひね、皆さんも T ボルトは装備して使っていただければいいんじゃないかなって思います。で、ポイントは抑圧負荷状態の時に火力が上がるから、例えばソーサラーとかバーバリアンっていうのは抑圧負荷状態、行動不能状態を回避したり解除したりっていう、そういったものをスキルとして持ってるので使いやすいので、普遍的に T ボルトは仲良しみたいな感じなんですけど、ただ俺はネクロマンサーかなりね、シーズン1シーズン0とねかなり長い間序盤使ってたので、この抑圧負荷状態がなかなかないんですよね。わざわざレジェンダリースキルで付与するしかないんですよ。なのでちょっと難しいかなっていう、シナジーがちょっと合わないかなってなるので、この抑圧負荷状態が今回はステップというあまりにも簡単なもので抑圧負荷状態になっちゃうっていうのがやばいので、そこがですね一番今シーズン噛み合ってる、
今シーズン本当ティーボルトのために変容があるんじゃないかなっていうぐらいのレベルで、まあ、変容っていうのはとんでもない火力をもたらしているので、そもそもさっきの変容っていう血のスキル、ステップしたらあの抑圧感になるやつ、あれ自体も単体で壊れてるのに、それとまさかのシナジーでぶっ壊れかけるぶっ壊れで、もうあのディアブロシーズン2壊しちゃったみたいなそんな感じになってるので、今本当にね気狂ってるぐらい強くて、で実際に今ね俺のこのナイトメアの紋章見てもらえば分かるんだけど、64なんだよね。64まで俺が今レベル86でいってるんだけど、ガチ余裕でいけるから、自己死さえしなければね、まあ毒のサイゴッペとかはさすがに死んじゃったりするんだけど、レベル差がめっちゃあるからね、30とかあるのかな、まあかなりレベル差があるので、30、40レベル差ある中で戦っても通じるから全く問題なくクリアできるんだよね。なのでティーボルト本当にそのぐらい強いから、絶対ね装備した方がいい、普通の特にこだわりがなかったらっていう形になるので、そのぐらいティーボルト壊れてるので、マジで今までなかなかこれ本当に最強だよって動画の中で明言できることってあんまなかったと思うんだけど、マジティーボルト今シーズン最強レベルの腰装備だと思う、ユニーク装備だと思う。普通に、まあ、例えばさ、まあ、ウーバーユニークあるじゃん、あれと同じくらいのクラスで今回の、まあ、変容というね血のスキルがあることによって格上げされてガチで強くなってるから、気軽に抑圧負荷でダメージアップを使えるっていうのはマジね壊れてる。まあソサラはいつでもできるんだけどね、テレポートで、はいなんだけど、そんな感じでやばい強さになってるので、ぜひティーボルトは皆さん使ってみてください。ウーバーユニークを狙いいくついでデュリエルから落ちるんで、今回紹介した2つともねっていう感じになってます。それでは最後にですね、それ踏まえてまとめやっていきたいと思います。で今回のまとめとしては、ティーボルトの石と、あとはこのジファルの腐食したナンチャルっていう指輪ですね、この2つを紹介しました。でこの2つとも共通ユニークなんで、どのクラスでも装備できます。でどのクラスでも刺さります。で指輪に関してはさっきも言ったけど、クールダウンの短縮と、あとは継続ダメージがあるっていう前提だと、もう刺さり方が尋常じゃないって感じで、それがなかったら正直微妙っていうのも、通常指輪につくクリティカルの発生確率とか、いろんな攻撃補正っていうのを捨ててまでつけてるからね。なのでクールダウンとか継続ダメージっていうね、うまみがなかったらマジであんまりちょっと微妙ってなるから、そこだけは注意して。ただ逆に言うと、それが刺さる場合ガチ強いから、今使っててマジ強いからっていう感じで、さらにティーボルトはもう最強、マジで最強。変容があることによって、変容で抑圧負荷を自分で簡単にワンボタンで、しかもこのブーツのチャージ回数増やしとけばマックス4回連続で使えるから、非常にいつでもこう発動できるんだよね。で一応ねティーボルトに関してはその4秒後までダメージアップするみたいな感じなので、そのクールタイムがあるんだよね。抑圧負荷状態の時間プラスその後4秒で、一応ですね、変容レベルマックスまで上げると4秒間抑圧負荷になるので、4秒間抑圧負荷になるプラスティーボルトのその後4秒間なんで、合計8秒間ですねダメージが上がり続けますっていう形です。まあかなり強いです。まあただね1個だけ注意なんだけど、リソース回復ね、 MP 回復に関しては発動の時なので8秒に1回です。基本的にはマックス補正の変容を使うことによって4秒と4秒で8秒ってさっき言ったじゃん、攻撃力が上がる時間で、それが1セットで、1セットのうち1回しか MP 回復しないから、その8秒後にもう1回使うことによって MP 回復するから、 MP 回復だけは注意してねって感じがあるので、まあ、ここだけがポイントとしては、まとめとしては、まあ、注意点としては一応ね、まあ、上げときたいなって感じですねっていう感じなので、まあただそれを除いて、まあ、マジ強いで、特にソーサラーにはマジで刺さる。で、まあ、リソースのね使わないビルドとか全然あると思うんだけど、そのビルドでも攻撃力がマジね上がるんだよね。ダメージプラスがついて、さらにダメージがスキルで掛け算で上がるっていうのがマジで強いし、まあ、ポーション上限数増えたりリソースの最大値増えたりとかっていうのも全然有能だし、さらに言うと、まあ、ちゃんとダメージ減少率の近距離バージョンがあるから本当に強いんだよねっていうところで、まあ、特に近距離で戦う近距離ローグとかバーバリアンとかは本当にねいい感じだと思います。で特に俺もね近距離ソーサラーなんで筋肉ビルドでもうね近距離殴り合うビルドになってますので、ガチで刺さってるって感じで、かといって、まあ、遠距離のねビルドだとそんな使えないのって話になるんだけど、そんなこと全くないから、マジでさっきも言ったけど、どのビルドにもマジで刺さってガチで強いから、
本当にねもうねあのだいぶイカれてる威力になってると思いますので、ぜひね皆さんね、ディリエルっていうのはウーバーユニークをね狙いに行く時のあの最近ね追加された新しい5大ボスの中の一番ボスになるので、トップになるので、まあそいつを倒す時にですね、あのおまけで落ちるみたいな感覚でどんどん集めて厳選できますので、まあぜひね皆さんディリエルっていうのはまああの言っていただくといい感じなんじゃないかなっていうふうに思いますね。マジで強いで、まああのデュリエルから狙い撃ちできる、もう本当にねやばいんすよって話してる間にこうやって倒せるっていうレベルね。まあレベル差はちょっとねあるけども、まあそれでもさすがにまああのしばけるって感じで、まああのなんかね、バーシャンさんはあまりに高速で倒されすぎて恥ずかしくて、今回なんとユニーク出してくれませんでした。本当に悲しいです、はいっていう感じなんでね、今シーズンね俺が拾ってあのやべえなって思った最新のねユニークっていうのを紹介してまいりました。でなんかねもう一個やばいブーツがあるっぽいので、それもねゲットしたらみんなとねやべえよっていうのは共有していきたいと思いますので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ぜひねみんなもねシーズン2おすすめのユニークとかあったら教えていただければ幸いですっていう感じで、 KTR ゲームではですねこんな感じでディアブロ4の動画結構出してるんで、ぜひですね皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらにですね生放送結構やってるんで、ぜひね気軽に遊びに来ていただいて、でまああれですね、なんかコメントとか打っていただけると嬉しいなって感じで、まあ全然質問とかでも構わないんで、ね、俺の知ってる範囲だったら答えるので、そんな感じでみんな楽しくディアブロをやっていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。 T ボルトマジでやばいよ。バイバイ。